はい、ではここからはこの7人で戦っていきます。ショートになります。なんかパー5ショートって結構ね、凄まじいですね。ね、ね、
バリ取りに来たでしょ今。はい、いやいや、このグリーンすごいわ。で、あとボギーでございます、はい、さあここからアプローチを2人で決めてもらって、決めていいんですか。おお、でも、はい、ちょっとじゃあ見ていきます。じゃあうちらのクラブのキャラでね。でもさラフだね。はい、決まりました。こちらでお願いします。じゃあここからあのピンに向かってアプローチいきたいと思います。行ってきます。はい、よし、こうですね。はい、はい、ガシャーン。ちょっと見せますね。戻ってるでしょ。戻ってる。あ、それすごい。いい。お？これでもちっちゃいか。でも距離感は。でもナイスタッチ。うん、ナイス。いいね。うまいかも。うまい。おお、ナイス。まだあんな行くの？やばいやばいやばい。ナイス。まあまあ、ナイスナイス。これ、さきちゃんじゃなくてもちけんさん、そんな私に寄ってこなくてもこれは私が。泣いちゃう。大丈夫です、私まだ仕事がありますので。あの、まだ最後まで言いますので、はい、お願いします。コロちゃん、脱落しちゃいましたけどどうでしたか。まあでも、うん、朝一のショットから見ればよくもここまで。そうだね、立て直したよ。立て直した、うんうん、でもあんね、やっぱりね、あのパッドを外したくないけませんでしたよ、ね、このショートの、うん、やっぱこれぐらいだったんだけど打てなかったです。まあでもちょっとね難しいラインではあった、
そんな私の景品を紹介してください、はい、では、ココちゃんの景品はニーゼの毛穴ケア用ピーリング美容器になります。みさちゃん引き続き頑張ってね。頑張る頑張ってね、はい、ママ頑張る、ママ頑張って、ママ一人何発だかしら、はい、ココちゃんの分も頑張ります、うん、頑張ってください、はい、では次のホールに参りたいと思います。13番ホール344ヤードのパー4になります。まあ、見ての通りかなり打ち上げのホールになります。でちょっと左ドッグレッグしてるので多分ティーショットの落としどころ、セカンドの位置が結構大事になってくるんではないかと思います。でバンカーも効いてますので、ちょっと上手い人たちがここは残ってますので、皆さん誰が勝つのかも予想してもらえると嬉しいです。はい、うん、大丈夫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 、まあまあまあ、うん、まあまあまあ、一人多いみたいな、ワンタッチしました、ワンタッチ、メンバーがあるので、うん、うん、でも右から次は打ちやすいと思うから、うん、大丈夫、全部低いの。今日低い。あ、超えるでしょ。あ、超えた。あ、超えた。あ、出たかな。あ、出たっぽいですよ。パワーで超えてきた。パワーで超えて。おー。これはやってる感じがありますね。うん、ナイスショー。ナイスショー。オッケー。ナイスショー。いいね。いいとこ。なんて全然大丈夫か。えぐいえぐい、でも大丈夫、すげえ、ナイス、何、あのルートちょっと飛ばなかったけど、大丈夫、オッケーオッケー、皆さん残ってますね、残ってますね、さすが、よかったっす、大御所チームはかなりベテランチーム、ベテランチーム、チームと頑張ってください、頑張ります、負けないでね、ベテラン、ベテラン頑張ります、はい、頑張ります。バンカーに入りたくなくてスプーン持ちたいんですけど、刻みます、一回刻みます、バンカー手前ぐらい、うん、おー、ナイスじゃん、ナイス、はい、いいよ、ちょっと飛びすぎたんじゃない、ちょっと飛びすぎた、飛びすぎた、飛びすぎた、入っちゃった、入ったよね入ったよね、あれ飛びすぎたうまく当たりすぎちゃったね、えまあまあまあいいや、まあ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 、次3打目バンカー出るかどうか、逆でも出たね、これは入ったかもしんない、大丈夫、これは手前に落ちる、うん、ちょっとあれだね、セーフセーフ、風が後ろから来てるので、おお、傾斜うまく振り抜いたね。ナイスー、やるねー、やるねー、はい、無難に、無難に、はい、無難に軽めに。
難に軽めに行きましたね、本当に。無難や。ナイスオン。行きます。ピン右から。はい、右から。うわお、さすがだね。まあでもでも乗ったんじゃないかな、右サイド。すごい、ね、いいね。いい感じ。ナイス。ナイス。ナイス。結構一番突っ込めてるんじゃないかな。ピン横だと思うよ。はい、ナイス。今のショットのポイントは左足上がりだったので、軽く打つって言っても左に引っ掛けやすいんで、なるべく引っ掛けないようにラインを右目に出すイメージで打ちました。はい、乗ってたらいいですね。でかいかな、なんかアドレナリン出てるからでかいかもしれないです。大丈夫大丈夫、止まったよ、止まったよ。まだわかんないよ、まだわかんないから。はい、あちょっとすごいところに。めちゃめちゃ辛いな、これ。一発目は乗れたらよかったね。そうです、ちょっと入っちゃったんで、ね、入っちゃったから。とりあえず乗ったらいいかなみたいな、うん、そうだね、ちょっと見えないんで。そうだね、乗ったら OK って、乗ったら OK かな、うん。戻れ、戻る、多分あの傾斜を使って戻れ。あ、戻ってるよ。ナイスじゃん。ミラクル、ミラクル。しっかり受けカメラ押さえてるから。うまいんじゃない、うん、ナイス、ナイスタッチ、ナイスタッチ。次は5人ですね。
5人で戦っていきたいと思います。はい、ゆうちゃんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。もう、結構気合い入って、もう気合い入れてちょっと素振り5回ぐらいしたんですけど OB をしてしまいまして、なんでも右行ったのかちょっとわかんない、シャフトが合ってないのかなってせいにしたいんですけど、いいでしょ。シャフトが合ってない、そう今日触れるし、そうすごいスイングも良かったし、別に向きも悪くなかったよ、ここまで残れた、ね、はい。さあ、そんなゆうちゃんの景品を発表したいと思います。あ、なんだろう、なんだろう、ファインミスト、ファインミスト、シャワーヘッドミラブルプラス、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか踏んだり蹴ったりで良かったってことで、うん、そう、良かったね、はい、結果、はい、いいところで、はい、いいところで脱落したっていうのもあれですけどね、いいものもらえました、ね、はい、もうあとみんな応援してます。はい、またみんなのこの後ね、対戦、はい、見たいと思います。はい、引き続き応援します。頑張れ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、また見てね。